こんにちは。こんにちは。イズミックビースタジオ体幹トレーニング。今日は100均のボールを使って追い込みます。ね、100均で買えるちょっと大きめのボールを皆さんもご用意ください。これですね。で、ボール使うんですけど、大事なことは常にボールを潰す。ボールを持って最初に寝たらば、ツイストで膝にボールを当てて手のひらでボールを押します。残ってる手足万歳で床から上げます。はい、お腹引っ込めましょう。ボール潰しますよ。だ肘と膝くっつけて離すです。これを8回やったらば、その場ですぐに休憩なしで逆の手にして後で8回やりますね。では2つ目。今度は同じ側の肘と膝でボールを挟みます。残ってる手はお尻のあたりで浮かして体を持ち上げて足も持ち上げます。はい。2つ目の種目は膝は曲げません。上に上げて床すれすれまで下ろすです。3つ目。両足を伸ばしたらお膝あたりにボールを当てて両手で押さえます。そしたらボールをスライドさせて上に、つま先の方に。そしたら戻したらば、右足を上げ下げです。ボール潰してください。はい、ボールをスライドしたらば、逆の足、上げ下げです。はい、四つ目。次は、ボールパスですね。足は走るようにして、ボールパスです。内側から外側に。最後、種目は、対角線の肘と膝をつけます。そう、で、体を起こします。そうした状態で足の上げ下げです。そうです。頑張って、ボール潰してますか？かかとは床すれすれまで上半身も起こしてくださいね。では、5種類の説明が終わりましたので、休憩なし。左右があるものは、右8回、左8回を行ってください。では、1つ目の種目です。手のひらでボールを押したらば、伸びてる手と膝、しっかりやったら逆足です。1、2、さて、動画を見てる皆さんも、ボールを手のひらで潰しながら頑張りましょう。ボールを潰すの頑張りましょう。そう、上半身の体を離して、あと2回。OK でしょう。今度は同じ手足を上下運動です。せーの、1。はい、あと7回。肘でボールをしっかりと潰しましょう。同じ手足の肘と膝です。そう、上半身頑張って起こしましょう。そう、声出せたら息吐けるので声も出してみてください。5、6、みんな頑張ろう。あと2回7。 OK でしょう。次、両足上に上げてボールスライドです。スライドさせたらば右足、そうです、スライドさせて左足、そう、8までいいよ。スライドしてから、そう、スライドしてから、そうです。あと4回頑張りましょう。ボールを上げて、足、上げて、下げて、足、ボールを上、下、足。OK、ボールパスいきましょう。せーの、1。大丈夫な人は体をツイストさせながらボールをパスしていきます。下の足しっかり伸ばしましょう。はい、次、最後頑張って、せーの、1 2 3 4。頑張って、しっかりと前を向いて、そう、はい、上げてツイストですよ。オッケー、逆の足です。はい、みんな後ろ向きましょう。右足を上げます。せーの、上。せーの。せーの。さあ、動画を見てる皆さん、ボール潰してますか？はい、ボール潰